海や川に転落してしまったとき、どうすれば命を守れるのか。子どもたちが学ぶ水泳教室が夏休みを前に北九州市の小学校で開かれました。北九州市小倉南区の大間小学校で3年ぶりにプールで開かれた水泳教室には児童およそ50人が参加しました。服を着たまま海や川に転落したとき、どうすれば溺れないか着衣泳指導員から学びます。呼吸を確保するため仰向けになって浮いて待つことが安全確保の基本です。浮き輪の代わりにペットボトルを使うことなどを試して、子どもたちは万が一の時に生かせる経験を積んでいました。もし誰かが溺れたりしたり自分が溺れたら、なんかその指示を出したりとか、そういうのを意識しながらやりたいと思います。福岡県警によりますと、福岡県では去年水難事故で11人が死亡しています。